黒ロゼットの片隅で出番を待ってるレーザージャケット、いいよ今日はお前と一緒に行こうか、軽くブラシをかけて。はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、こちらの対戦までですね、もう何度も、というかもう毎月定期的にずっと上げ続けているこちらのウェアハウスさんのですね、1003SWXJS のウェアハウスさんと、ジャンキーさんのコラボですね、ジャンキースタイルさんのコラボした、去年の正月に出たデニムですね。はい、もう確実にこの面構えが変わってきてますね、完全に。コントラストが強くなったって感じですかね。こう色がすげえ薄くなってきたっていうよりかは、本当コントラストがついてきたような感じがします。はい、やっぱこう一月おきにこう確認していくとより分かりますね。はい、なんか進んでる感じが。はい、これもね、実はその今アトラスさんのデニムを2本、色落ちというか経年変化させるために、結構そっちをこうがっつり、平日というかまあその日中ほぼ履いてるので、これは本当に帰ってきて本当に寝るまでとか、休みの日にとか、ちょっと雨の日で、要は今にやってる2着は洗えないので、雨の時にあんま履きたくないですよ。湿気も含むし、濡れるとまたね、ちょっと変に汚れがついたら洗いたくなっちゃうし、でも洗えないしみたいな、まだしばらくは洗わずに履きたいしってなると、まあこれだったらもう一応何回ももう洗ってるので、別に汚れても洗えばいいやとは思うし、これちなみに前回、履いたところから1ヶ月、洗濯してなくて、昨日洗って洗濯機で乾かして、今日一日もう一回履いて、ちょっと体になじませてからこうお見せしてるっていう感じですね。はい、洗濯して乾いた状態ですぐこう、見せないのは、やっぱり洗濯したばっかりってそのちょっと縮むというか、そのごわっとその生地がまたちょっと洗いたてで、なんですかね、ちょっと 本来の表情が出ないと思ってるので、一回洗った後に1日ぐらいちゃんと履いて、ちょっとこう生地を伸ばすというか、柔らかくなるというか、本来の状態に、こうなんですかね、こうほぐして、それでこう見てもらいたい、よりリアルな感じで見てもらいたいという感じなんで、昨日、はい、洗って今日履いてで今って感じですね。はい、洗いたてで履くとね、ちょっとゴワッとしてるし、ちょっとこう、カチッとしてるんですけど、もう数時間履けばもう全然いつもの伸びてるところが伸びてとか、結構まあ緩くなっていく感じなので、はい、ですね。で、今のところ1年半履いて、1年半というか1年5ヶ月ですね、履いて今のところまだね、そのダメージらしいダメージはないです。さすがデニムっていう感じですね。ダメージがないです。特にね、どっかがほつれて破れて穴がとかいうのも今はまだないですね。っていうならですね、その筋トレで特にここ数ヶ月ぐらい膝ついてこうゴロゴロやるやつ、あれを結構やってるので、でデニム履いたままやれば当たりつくなと思って、それもわざと計算でやってるんですけど、はい、でこれ履いてやる時も結構あるんで、ここのね、膝のあたりの、ここがねすごい落ちてきましたね。はい、よく接客業やられてる方とかは結構その裾上げの時とかこう膝ついたりとか、下の下段にある棚のね、何かパンツを取ろう時とか、棚下ろしとかなんとかで結構ね、膝をついて、仕事される方が多分結構多いんじゃないかなと思うんで、アパレルのその方とか見たりするとね、この膝のあたり白くなってる店員さん多かったりとか、あとは普通にバイクの車種によると思いますけど、そのやっぱりここの膝がすごい曲がるようなというか、結構当たりが出やすいバイクの形のものの人とか、あと自転車とかですねこれ言えないんで、チャリですね、自転車乗る人とかは
やっぱお尻とかここら辺のあれが出やすいんですけど、俺ねあんまりねこの膝がね毎回毎回そんなにね出ないタイプなんですけど、見るとやっぱね膝にこう当たりが入るのってかっこいいなって思ったんですよ。草薙くんとかもこうすごくねいい感じでこう白っぽくなってくるのとか動画で見てると、あーかっこいいなとか思って、でもなんか俺の日常生活であんまり膝つくことないからなと思ってたんですけど、そうこれあるじゃんと思って、もう絶対履こうと思って履いたら本当にねここのわずか 2,3 ヶ月以内で多分結構ここの辺りが出てきて白くというか、うん、はっきり出始めたんで、すげえいいなと思いますね、はい、もうこれもリアルにリアルな本当リアルガチの書き込みなのでね、はい、って感じですね。ちょっとせっかくなんで履いてみます。履きました、こんな感じですね。これはですね、毎度毎度言うんですけれども、結構このデニムのなんですかね、色落ちはもう本当に個人的にはもう本当に満点に近いぐらい好きな色なんですね。はい、もうむちゃくちゃザラ感があって。そのまあ、厳密に言えばダブル X のその本物のヴィンテージと比べちゃうとやっぱ全然っていうかまあ違うんですけど、ただやっぱザラ感がある感じのデニムってかっいいなと思うの好きなんで、のべっとしてるよりねザラザラっとしてる方がやっぱどうしても好きって思うんで、そのヴィンテージと違うとはいえやっぱりこのザラ感があるデニム感がすごく色合い好きなんですよね。だからこの色はむちゃくちゃ好きなんです。ただ強いて言うならその形はあんまり好きじゃなくて、形は本当アトラストさんの方が個人的には好きなんですけど、まあ、これは、ウェハースさんの対戦モデルどんな色をするんだろうっていう興味もあったし、ちょっと久しぶりにこの細身っぽいのも履きたいなということで、あえて買ってやってみたんですけど、個人的にはねやっぱね、もっとズドンとした下まで太い方が好きなんですけど、ただ別にウェハースさんが悪いとかそういうことじゃなくて、もう完全に俺の好みというか今回欲しかった感じとウェハースさんのこの出してるやつが違うっていうだけの話ですね、はい、なんでこれむしろ古着好きな人とか多分すごい好きな形だと思います。あと C というなら最近思いましたけど、この、俺がねサイズ選びをねもうちょっとちゃんとしてればもっと好きだったと思いますね、はい、っていうのはこれ32なんですけど、おそらくちゃんとジャストを買うんだったら31だったんですよ。31を買ってればこの中途半端に何だろうな、そうちょっとねサイズ感中途半端だなと思っていて、ちょっとねこうゆるっとしてるんですけどそこまで太くないっていう、なんかどっちつかず太めでもなく細めでもないぐらいの感じが、うん、だから本当はこれ31を買ってればもっとね多分ね体にピタッとか綺麗な本当綺麗なストレートが出てる感じだったんで、多分それでもっと形が綺麗で履きやすかったはずなんですよね。それを俺があえてちょっと余裕持って32にしたので、どっちつかずっていう感じで、逆に俺の本当にもっと太いのが好きだった33とか34を選んで、まあ、色落ちはそんなにパッカリつかないけれどもパッカリでがっつりつかなくても、まあ、ちょっと俺の好きな太めの感じでっていう感じができたので、まあねそこはしょうがないかなという気がしますが、まあでもね全然気に入ってるので、はい、ありです。で、強いて言うならですね、ここ強いてばっかり言ってるな、これね形下までこう行くとそんな好きじゃない形してるんですけど、ロールアップして結構ねここら辺までこうに裾上げると、それはこれはこれでめちゃくちゃ好きな形になるんですよね、不思議なもんで、はい、これはねすごいありなんですよね。これに B3 とかスニーカーとかでもいいんですけど、なんかね裾を上げちゃうとね、すごい好きなんですよ。だから多分俺があんまり好きじゃないのはここの多分シュッてこの最後にこうすぼまる感じが多分あんまり好きじゃないんだろうなと。で上げちゃえばねそこが伝わる感じないんで、もう好きなんだろうなっていう気はしますね、はい、これを物撮りしたのがあるのでぜひ、細かい色をそちらで見てみてください。
い、というわけでね、本日はこちらの、ウェアハウスさんのですね、対戦モデル見てもらいました。気になる方ぜひね、ウェアハウスさんで対戦モデルので、今はこれデッドストックブルーじゃないですけど、デッドストックブルーも今出てて、デッドストックブルーも本当にいい色落ちするので、ぜひそちらもね、見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。